日本鹿児島県日置市東一基町養母、東一基町養母は、鹿児島県日置市の大技。旧日置郡一機号養母村、日置郡東一機村大技養母、日置郡,郡東一基町養母。人口は1603人、世帯数は694世帯。郵便番号は 899-2311. 日置市の北西部。 大里川の上流域から中流域に位置している。阿座駅の北方には、薩摩仙台市日和町市日や、南方には、日置市住院町桑畑、移住院町下新田、移住院町野田、東方には、日置市移住院町上、新田、鹿児島市郡山岳町、西方には、日置市東市町三山、東市町町里、東市町湯田、 一菊四季の四川上がそれぞれ接している。浅井駅の中央部を大里川が、北部を八房川南部を江口川がそれぞれ東西に流れており、それぞれの河川流域には水田が多く所在している。浅井駅の中央部を鹿児島県道304号線名移住院線が南北に通っており、南部を流れる江口川に沿って、 鹿児島県道305号養母町里線が、中央部を流れる大里川に沿って、鹿児島県道309号、山田湯の元停車場線、北部を流れる八草川に沿って、鹿児島県道308号五個一木線がそれぞれ東西に通っている。中央部には、日置市立城一木中学校、日置市立城一木小学校が所在している。養母という地名は、戦国期より見え、 薩摩国史来院のうちの名だであった。天正8年の川上誠次郎の島津市老臣、連書坪付には、殺州一期の内容母名一端、山田崎中無田とあり、この頃より見える。江戸期には、薩摩国日置群一木里のうちであり、村高は、天保豪町では1919 19国余り、旧高旧高では1965国余りであった。 慶長3年に島津義弘が朝鮮より連れ帰った東郷を、串木の号亀江村島平から地内に移された際に、東郷の居住区域となった、養母村の一部が、縄城川村として分村し、養母村は一記号のうちであったが、分村した縄城川村は移住院座とのうちとなった。1889年に町村制が施行されたのに伴い、 一期号のうち東半分の区域より、東一期村が成立し、江戸期の養母村は、東一期村の大技、養母となった。1937年には、東一期村が、調整施行し、東一期町の大技となった。1998年に、移住院長大技上神殿あざ西波様及び時折口の各一部を養母に編入し、養母あざ、悟る殿の一部が、 移住委員長大和上神殿の一部となった。2005年に東一機町が日吉町、吹上町、移住委員長と合併し、日置市となったのに伴い、従来の大和名に、旧自治体名を冠することとなり、日置市の大技、東一機町要望に解消した。日置市立上一機、小学校公共教育郵便局市立小中学、校に通う場合、学区は、 以下の通りとなる、剣道広域の道、ありがとうございます。